テイ癒しの里ネバは、山梨県南鶴郡藤川口湖町にある、野外博物館である。かつて当地にあり、台風災害で移転した集落の跡地に、かやぶき民家を復元したもので、2006年に開園した。ネバ付近の空中写真画像中央付近が、急寝城地区。画像は、災害から約9年後の昭和50年の撮影だが、背後の三坂山地には、 おびただしい土石流の痕跡、また建設中の砂防ダムなども確認することができる。国土交通省国土画像情報をもとに、作成砂防資料館成子の西北に位置する旧、足和田村ネバ集落には、かつて盛んだった養蚕の便利を図って2階に窓を、設けた建築、兜と作りのかやぶき民家が並んでいた。しかし、1966年の台風26号の、 集中豪雨により集落は土石流に襲われ死者94名を出した。この結果、集落は壊滅し、残った住民は聖古大岸に集団移転した。2003年に南鶴郡の川口湖町、足和田村、勝山村が合併し、富士口湖町が誕生すると合併を契機に根場集落の復元、展示事業が開始され、2006年に 第一期オープンとなったその後、段階的に整備され、現在は20棟のかやぶき民家がある。前述した土石流災害は、ネバ地区のあった旧村名から足和田災害と呼ばれている。ネバ地区は、急瞬の三坂山地を背後にした西湖の北西岸に位置する集落であったが、1966年9月25日未明に発生した大規模な土石流により、 40数個ある家屋のうちわずか4個を残し流出、または倒壊した。災害後、当地を視察した日本大学の加護瀬義明、新州大学の山田哲夫ら地質学者の調査により、ネバ地区は土石流として流化した二次的な堆積物が作る、戦場地上にある集落であったことが確認され、崩れやすい、崩壊地に、このまま村を再建することは危険であると判断され、 残された住民は、ネバ地区南方の青木が腹まったんへ、集団移転することとなった。本沢側の両岸沿いに20棟のかやぶき民家が立ち並ぶ。かやぶき民家はそれぞれ、土産物店や、どこ所などの店、工芸品等の展示、体験コーナー、ネバ集落の災害について記録した、砂防資料館などとなっている。このうちの一棟は2011年10月28日に、 聖子癒しの里根場旧渡辺家住宅主屋の名称で国の登録有形文化財に登録されている。内20名以上の団体料金。聖子癒しの里根場条例、堀淳一、山口恵一郎、加護瀬義明他編、土石流に襲われた村、地図の風景静岡、山梨そ昌て1981年2月20日初版、pp。 169から 174ISBN 978から4から881692875文化、遺産オンライン聖子癒しの里根場九渡辺家、住宅主屋2012年10月5日閲覧。ありがとうございます。